ジョン・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家。爵位を継承する1975年以前は、オールトラップ死者区の儀礼称号を使用した。愛称はジョニー。ダイアナ元皇太子妃の父、ウィリアム王子、ヘンリー王子の祖父。ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子、アーチー・マウント・バッテン・ウィンザーの曽祖,祖父。 1924年1月24日に第7代、スペンサー伯爵アルバート・エドワード・ジョン・スペンサーの長男として生まれる。母はその婦人シンティア。大父母は、国王ジョージ5世の王姫アリーと皇太子エドワードだった。イートン校からサンドハースト王立陸軍士官学校に進学した。第二次世界大戦には、隆起兵、第2連隊の隊員として従軍した。 戦後は1950年まで南オーストラリア総督の補佐官を務めた。その後、1954年まで国王ジョージ6世や女王エリザベス2世に自重として仕えた。女王と王廃フィリップのオーストラリア訪問にも同行した。1954年にロイヤルビクトリア勲章メンバーを受訓。1954年に ファーモイ男爵カレー城フランセス・バーグロッシュと最初の結婚をし、ノーフォークサンドリンガムのパークハウスで新婚生活を開始した。彼女との結婚を機に軍を退役し、王立農業大学に1年ほど入学して農場経営を学んだ。フランセスとの間にご死を設けるが、1969年に離婚した。1970年にはノーフォークの治安判事に就任した。 スペンサー伯爵家本邸のオルソープ帝1975年6月に父の死によりスペンサー伯爵院を継承し貴族院議員に列する。またスペンサー伯爵家の本邸であるオルソープ邸へ移住する。スペンサー家はノーサンプトンシャーに1万3000エーカーもの土地を所有する大地主であり、オルソープ邸は多くの美術品が飾られて博物館のようになっていた。 立大使前の広宮なる人親王もここを訪れ訪問帳にサインしている。1977年にはレインレッグと再婚した。1978年11月に脳一血で倒れ病院に担ぎ込まれ生死の境をさまよったが何とか蘇生した。1981年7月29日に戦災との間の三女ダイアナが チャールズ皇太子とセントポール大聖堂で結婚した。スペンサー卿はダイアナが乗るクラレンスハウスから大聖堂に向かう馬車に同乗していたが、この際にダイアナに私は本当にお前のことを誇りに思うよと述べたという。また、馬車のパレードを気に入り群衆に盛んに手を振った。倒れて以来健康状態が良くなかったスペンサー卿だが、 大聖堂のバージンロードをダイアナと共に歩く役割を無事に果たした。彼はこの日のために何度もセントポール大聖堂に通って長い通路を歩く練習をして式に臨んだのだった。彼は後に、たとえ命を縮めてでもダイアナに付き添う覚悟だった。父親の義務だからな。たとえ死んだとしてもやめる気はなかった。しかし、本当のことを言うと、 あの日、私がダイアナを支えていたのではなく、ダイアナが私を支えていたのだよ。優しい娘だと十回している。1982年6月21日に、ダイアナが西ロンドンのセントメアリー病院で、ウィリアム王子を出産した。未来の国王に、スペンサー伯爵家の地が流れることを喜んだ。スペンサー教は所有するロールスロイスで、直ちに病院に駆けつけ、孫の顔を見た。 その木と病院の外で待ち構えていた記者団に対して王子の顔立ちの美しさを嬉しそうに語った。ダイアナがわがままを押し通して王室に仕える使用人を次々に辞職させているとの批判が高まった。サイ・スペンサー卿はマスコミの取材に対してダイアナはいつも自分の思い通りにするのです。殿下も今頃それがお分かりになったと思いますと語った。 1985年には、ロンドンの邸宅スペンサーハウスを96年契約で、ロスチャイルド卿のリッドキャピタルパートナーズに賃貸した。ロスチャイルド卿は2000万ポンドもの拒否を投じてその内装を18世紀の状態に復元している。1992年3月21日に、肺炎のためロンドンのヒューマナウェリントン病院に入院したが、3月29日に、 心臓発作により死去した。息子のチャールズによれば肺炎は解放に向かっており、に、3日後に退院する予定だったが、以前倒れた時に終わっていた心臓が発作を起こして、休止したという。この時ダイアナは、皇太子や二人の王子と共に、オーストリアでスキー旅行中だったが、姉からの電話で、父の死を知らされ、泣き崩れたという。地元の教会で行われた葬儀においてダイアナは、 亡くなられてとても寂しく思っています。私はお父様を永遠に愛し続けます。ダイアナというメッセージを添えた白百合とスイートピーの花を霊前に捧げた。釈威と家徳は息子のチャールズが継承した。1975年6月9日に父アルバートから以下の釈威を継承した。社交界で知り合った第4代。 ファーモイ団尺モーリスバークロッシュの娘フランセスと1954年に結婚した。結婚式はウェストミンスター寺院で行われ、女王エリザベス2世や皇太后エリザベスも出席した。フランセスとの間に以下の腰を設ける。しかしやがて、フランセスとの夫婦仲は険悪になり、フランセスは裕福な実業家、ピーター・シャンド・キッドと浮気するようになった。 1969年4月にエドワードとフランセスは正式に離婚した。妻の浮気の事実や貴族の地位が有利に働き、親権はエドワードが得た。子供たちはエドワードの下で暮らし続けたが、毎週末にはロンドンにいるフランセスの下に通ったという。フランセスはエドワードとの離婚後すぐにピーターと再婚したが、 ピーターは陽気な男だったので、ダイアナラギリの子供たちとの関係も良かったという。一方、エドワードの方は、スペンサー伯爵爵位を継いだ後の1977年に、ダートマス伯爵夫人レインと再婚した。彼女は、ロマンス小説家、バーバラ・カートランドの娘で、1962年に、第9代ダートマス伯爵ジェラルド・レックと結婚し、 彼との間に子供を4人もけていた。また派手な言動で知られるロンドン市議会女性議員でもあり、1975年にはスペンサー教徒の教著でロンドン市議会に関する英国の伝統とは、を出版した。そして1977年に至ってダートマス教徒離婚してスペンサー教徒再婚したという経緯であった。 彼女は仕切り屋で、博物館のようなスペンサー家の邸宅を実際に、有料博物館にして事業化し、飾られている美術品を多数売却した。また、屋敷を変な風に修繕をする癖があった。ダイアナラギリの子供たちは、こうした屋敷破壊行為を、嫌悪感を持って見ていたため、ママ母との関係が良くなかった。ありがとうございます。